事態はどんどん悪くなっていく。夢も希望もありません。そんな気にさせる場所だと思った。どこだよ。減った。今日は何？つまらないミスだったな。明らかにお前のせいで負けた。そんなこと言いに来たのかよ。今日は命日だ。
ああ。一人で泣いているかとな。泣くかよ。泣いてたよ。おい、なんだよ、消えちゃう気か。あ、いや、ちょっと待ってくれ、なんか探してくるから。思考がマンモンドか、死んでしずざせてうんか、ふふんが、おふしっちゃせう。はい、ヒヤファヤッセ神殿ガッサラおー、そちま、ヒヤサハミ誰がも、メシュエセミオザレン。
どうぞ吐ける着せろ。言ってんだよ。ドルモア、耳を。参った。高飛行アーム、アルシン機能。全然わかんねえ。カンハミョは。わかんねえっての。しらよ。ヤッセ。仕事を手伝えば少しの間は世話してあげるってさ。お前、言葉わかるのか？わかった。働くよ。
海の底に昔の遺跡があるの。今は動いてないけど、多分まだエネルギーが残ってる。潜ってってちょいちょいってやれば遺跡が復活して、海底に沈んでるあれを引き上げられると思うんだよね。じゃあお仕事頑張ろう。うぇす。
ユミシヒクデムマテギサボジノルマサカキアッサラーセゴフタセレチワデモフワノヤネマホソガねえなんだよ手伝っただろああ腹減ったおお飯食べるからだよ。何さ？あなたのお名前は？リュックだよ。おお、本当に通じるよ！おお。でもそれなら最初から普通に話してくれよな。そんな余裕なかったんだよ。みんなチーのこと魔物だと思ってて。チーって？あ、チーは君って意味。あんたたち何者？アルベド族だよ。言葉でわかるでしょ？ねえ、君アルベド嫌いじゃないの？嫌いも何も知らない。どっから来たの？ザナルカンドだよ。俺そこでブリッツの選手やっててさザナルカンドエーブスのエース。もしかして頭を強く打つとかした？あんたたちに殴られた。じゃあその前のこと覚えてる？ザナルカンドのこと、試合や生活のこと、ブリッツボールの試合の時にシンが襲ってきたこと、そしてアーロンのせいで逃げ遅れて光に包まれて、思いつくままに話したけど、そのうち不安になってきたんだ。俺変なこと言ってんのか？シーンに近づいたんだ、うん、大丈夫、きっとすぐ治るよ。シーンに近づきすぎた人間は頭がぐるぐるしちゃうんだって。だから君も変な夢みたいの見ただけじゃないかな。俺病気ってこと？シーンの毒気にやられたんだと思う。なんで？だってザナルカンドなんて今もうないんだもん。千年前にシンが暴れて壊しちゃった。だからブリッツボールなんてできないよ。え？どういうことだよ千年前って。俺シンがザナルカンドを襲うの見たんだぞ。あれが千年前だってのか？信じらんないって。そんなの。あのさ、うん？ブリッツの選手なんでしょ？うん。ルカへ行けばなんとかなるかもよ。君を知ってる人いるかもしれないし、君も何か思い出すかもしれないもんね。ルカ？
よし、私に任せなさい。ルカに連れてってあげるよ。行きたくないの？うん。じゃあみんなに話してくるからちょっと待ってて。あ、それから注意、ザナルカンドから来たなんて人には言わない方がいいよ。あそこはエボンの聖なる土地だから怒る人いると思うんだ。うん、うん、うん。ザナルカンドはエボンの聖なる土地。何のこっですかって感じだった。エボン？真の毒系？ルカ？どこか遠くへ来ただけだと思ってた。すぐに帰れると思ってた。千年の時を超えたってか？信じられるかっつうの！あ、もう！え？死んだルーボー！焼き刺し無謀！